柴犬をはじめとする日本犬。この子たちはプロのドッグトレーナーから、他の犬種、特に洋犬に比べしつけを進めづらいをバカと認識されがちですが、それは違います。間違った認識の理由は彼らが持つ頑固さと賢さにあります。そう、おバカだからではないんです。日本犬の多くは平均的な理解力を持ち合わせています。理解力とともに頑固さが伴っているからなんです。頑固な気質の子はやることが分かっていても素直に従いたくないという考えを持ちやすく、自分の芯をなかなか折らない傾向にあります。こういったワンコに何かを教えるとき、おもちゃやおやつで釣るといった方法は通用しないことがほとんどです。ものより自分のやりたいことを貫くことを選びますから、外的要因ではなびきません。そういった部分から日本犬のしつけは難しいと判断されがちなのです。そりゃおやつやおもちゃで釣って反応が良かったり、人に指示してもらうことに喜びを感じやすいワンコの方がしつけする側からすると楽ですからね。日本犬のしつけが難しいかと言われると、コツコツ向き合う必要があるので大変さはありますが、単別難しいわけではありません。楽じゃない、しつけが難しい犬だからバカ、そのような判断をしてしまうようなドッグトレーナーが広めてしまったイメージから来るものが大きいと思います。根が強い子には強い子なりに進め方があります。頑固さが緩んできてこちらに歩みを見せる瞬間の嬉しさといったら、そういったギャップもまた日本犬の人気と関係しているのかもしれませんね。私個人としてはツンデレワケンズ最高です。